ガエル・ガルシア・ベルナルは、メキシコの俳優。身長170センチメートル。ハリスコ州グアダラハラ出身。父親のホセ・アンヘル・ガルシアは俳優。母親のパトリシア・ベルナルは、元モデル、現女優。弟のダリオ・ヤズベック・ベルナルは、モデル、俳優。1994年に、サパティスタ民族解放軍のデモに参加。 幼馴染みのディエゴルナと共に6歳で子役として、デビュー、母国で活動していたが、17歳の時に、ヨーロッパを旅し、19歳の時から3年間、イギリス・ロンドンの名門セントラル・スクール・オブ、スピーチドラマで演技を学ぶ。この学校に合格した初めてのメキシコ人であった。彼はイギリスで過ごした時間を、僕の人生を形作ったと表現している。 演劇学校在籍中の2000年にメキシコ映画アモーレスペロスで長編映画に初出演。一躍注目を集め同作品でアリエル賞男優賞を受賞する。以降メキシコをはじめとするスペイン語圏映画に多数出演するようになる。単成な顔立ちのため女性ファンが多くメキシコ映画界随一の人気若手俳優である。2001年公開の 天国の口、終わりの楽園。では、ベネツィア国際映画祭、マルチェロ・マストロヤンニ賞を受賞。2002年放送のテレビ映画、チェゲバラカストロと2003年公開の、モーターサイクル・ダイアリーズでは若き日の、チェゲバラを演じた。2005年には、ロンドンで舞台、地の婚礼に出演。近年は、キングザイの王などのハリウッド映画にも出演している。 俳優以外の活動としては、ルナやパブロクルスと共に映画制作会社を設立。2007年には太陽の欠片で映画監督デビューを果たした。スペイン語、英語の他にポルトガル語、フランス語、イタリア語もある程度喋れるという。2003年から2004年まで女優のナタリー・ポートマンと交際。 2007年からアルゼンチン人女優ドロレスフォン氏と交際し、2009年1月8日に男児が誕生したが、2014年に離婚する。尊敬する人物はチェゲバラで、本人曰く両親は左翼思想の持ち主で、周囲にはマルクス主義者などがいたという。モーターサイクルダイアリーズ、チェゲバラカストロで、そのゲバラ役を演じている。 ディス、ラカーザデラス・フロレス、スター・アイズ、ガエル・ガルシア・ベルナル、エス・リトル・ブラザー。リメスクラ、2019年4月23日閲覧。http://www.imdb.com/.nm/.nm0305558/.bio, ハット・エル・パゼ、エル・アクター・メイヒカーノ、ガエル・ガルシア・ベルナル・セラパードレ・イエヌ・ディチ・エンブレ。 ゴーガスト s t 2008アクセストゴスオーガスト s t 2008 http コロンスラッシュスラッシュ cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ n0016530 ガエルガルシアベルナル夫妻が破局5年間の結婚生活に終止符映画 .com 2014年10月4日閲覧トラベリングウィズ ゲバラのインタビューよりガエルガルシアベルナル、メキシコ自身で、連絡の取れない父を探してと訴える、ライブドアニュース。ありがとうございます。